はい、ありがとうございます。先ほどまではゆいさんに国際協力に興味を持ったきっかけから大学時代何してたのかみたいなところをお話お伺いしたんですけど、もう少し深掘りしていきたいなと思ってるのが、はい、フィンランドへの留学ってところをちょっともう少し聞きしたいなと思ってまして、はい、フィンランドの大学を選ばれたのは何か理由があったんですか？うん、そうですね、もともとずっと食に興味があって、はい、栄養の勉強したいと思ってたんですけど、それに一番合う大学がヘルシンキでした。あ、そうなんですね。じゃあヘルシンキ大学は結構そこで有名な感じなんですか？有名かどうかはちょっとわからないんですけどごめんなさい、大学の定型校の中で一番そのぴったりくる大学を選びました。そっか、だから北海道大学と提携結んでる大学で一番自分に親和性が高いところどこかなって選んだ時にヘルシンキ大学だったからそれで行ったって感じなんですね。でもそこはザンビア経由でインターンした後ヘルシンキ大学にそのまま行ったって感じですか？そうですね、一瞬帰国して、はい、行きました。そうなんですね。ちょっとそのフィンランドの生活とかも聞いてみたいなと思ったんですけど、実際ヘルシンキ大学に行かれてた期間っていうのはどれぐらいだったんですか？半年ですね。半年なんですね、ありがとうございます。じゃあその半年の期間で実際授業を受けるような感じだったんですか、留学っていうのは？そうです、はい、そこは普通に農学の授業を受ける感じ？そうですね、農学の中でも結構栄養に特化した、はい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 、特に途上国の栄養改善に特化したような授業を受けてました。なるほど、はい、実際ヘルシンキとかフィンランドの生活っていうところもちょっとお聞きしてみたいんですけど、はい、フィンランドは基本的に英語ですか？英語です。英語本当に皆さんペラペラで、うんうん、フィンランド語があるんですけども、うん、お店の人とかも基本的に、うんうん、はい、皆さん英語喋れます。へえ、食事は美味しいですか？食事は美味しいです。もともと北海道にいたのでちょっと似てて、うんうんうん、鹿肉を食べたりとか。そうなんです ね、 そうですね、むしろ北海道で鹿肉食べるんですそこにびっくりしちゃった。美味しかったです。そうなんですね、うん、なんか他にフィンランドとかの良さってありますか？フィンランドは本当に自由な国で何をしてても許される感じはあって、うんうん、大学にもこの辺にいっぱいピアスを開けたりとか、なんか見た目で皆さん判断されないのではいはい、はい、そういう人がすごい真面目だったりとか、本当に自由に皆さん生きてるんだなっていうのが分かって、すごく過ごしやすい国です。じゃあ実際フィンランドでヘルシンキ大学で大学半年ぐらい留学されてると思うんですけど、具体的には日本の大学と同じような生活をされてらっしゃったって感じなんですよね？そうですね、授業を受けて、はい、テストをして、うん、まあ、それに合格したら単位がもらえる。そうです、そうです。面白い出来事とかってありました、うん、もしくは怖い出来事でもいいんですけど。フィンランドでの生活は面白いことが一つもなかったというか。そんなことある？面白いことが一つもなかったのはちょっと嘘かもしれないんですけど、はい、ずっと勉強しててあんまいい思い出がなかったですね。じゃあ日本よりもずっと勉強してたって感じなんですか？ずっと勉強してましたね。日本ではちょっとチャランポランだったのでちなみにフィンランドでのめちゃくちゃ勉強してた1日のスケジュール聞いてもいいですか？朝起きるじゃないですか。あ、そうですね、朝起きてご飯食べて、はい、ご飯食べますよね。9時に図書館が開くので、はい、図書館に図書館開くのと同時に行くってこと？図書館に行って、はい、授業がある日は、うんうん、まあ、その授業を出ながら図書館に戻ったりして勉強して、はい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 、でも図書館が確か夕方には閉まったと思うんですけど、はい、そこから家帰ってご飯食べて、はい、勉強して寝るみたいな。やば、遊ぶ時間がないね感じの生活をしてました。それはなんでずっと勉強されてたんですか？本当はもっと遊びたかったんですけど、うん、フィンランドのその大学がちょうどあのヨーロッパの留学生の制度の中でなんか一番単位を取りやすい大学だったみたいで、皆さんすごい遊びに来る大学っていう立ち位置だったみたいな、はい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 、なので連日パーティーは開かれてたんですけど、はい、英語が全然喋れなかったのもあって、まあ、パーティーに全然馴染めず、はい、ここは勉強するしかないとそれで自分の生きる意味を見出してパーティーに参加できないなら勉強しようということで勉強してました。もう振り幅がすごいですけどねパーティーか勉強かって。そうなんです。そうなんだ。実際フィンランドとかで日本人とかいましたよね？うん、日本人が全くいなくて。あ、いなかったんですね。アジアの方もほとんどいなくて、うんうん、唯一の友達はバングラデシュの男の博士課程に行かれてたすごい優しい方がいらっしゃってその方が見かねていつも相手をしてくれてあの図書館に連れてってくれたりとか。ちょっと待って、フィンランド6ヶ月生活してて、うん、友達1人ってこと？1人でしたね悲しい留学生活でした。実際友達とかがパーティーとかしてるのを見て、うん、あ、いいなって思ったりしなかった？いや、思いました思いました。でも参加しなかったんですね。もう参加しても何で笑ってるのか全く分からないしもうちょっとそうなんです、辛くていつも出てっちゃいました。大学生の中で一番勉強した時期って多分その時期ですか？もう間違いなくそこですね、
だそうなんだ、面白い、うん、じゃあ実際ヘルシンキ大学に行くときに、うん、大学の提携だと思うんですけど、うん、どういうプロセスで提携校に行くことが決まったのかっていうところもちょっとお聞きしたくて、はい、実際面談っていうのはありました？面談ありました、うん、英語のスコアを提出して、うん、それで OK だったら、うん、まず大学の教務の人と面談をして、うんうん、でそれでパスしたら OK っていう感じでした。そうだったんですね、はい、結構倍率高いんですか？そんな倍率は高くなかった記憶があります。あ、そうなんですね、うん、なるほど。じゃあそこで半年間学んで日本に戻ってきますよね、はい、日本に戻ってきた後大学卒業してからはどういう選択をされるんですか？フィンランドで勉強した分野がすごく楽しいなと思って、また勉強したいなと思ったのでそこを日本で勉強できる大学院に進みましたなるほど。ちょっとここで聞いてみたいなと思ってるんですけど、はい、大学院に行かれる選択肢と就職っていう選択肢もあったと思うんですけど、うん、はい、なぜ就職を選ばず大学院に行かれたんですか？一応就活もしました、うんうん、あ、そうなんですね。ちょうどフィンランドに行ってる時が就活の時期だったので、うんうん、留学生用の就活があるんですよね、うんうん、そうなんですね。ロンドンに行って、はいはいはい、企業の人が集まってくれて2日間ぐらい。日本の企業ですか？あ、そうですそうです、うん、ロンドンキャリアフォーラムかな、はいはいはい、があってそこで就活を体験はしてみました、うんうん、どうでした？就職するっていう道ももちろんあったんですけど、はい、自分が仕事ってなった時に何をやりたいのか全くその時は見えてなかったので、そうですね、はい、それもあって面接にもまあどんどん落ちて、これは勉強しろってことだなと思って大学院に進学しました。あ、そうなんですね、はい、じゃあ実際大学院に進められますよね、うんうん、そこってもともと大学に行った時と同じ繰り上げで大学院に行かれたんですか？全然違う大学で、うんうん、あの分野も少し変わって、もともと農業で食には関わってたんですけど、うん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 、生産っていうよりはどちらかというと食事のところをメインに見るような勉強をしていました、うん、なるほど。じゃあ北海道大学から次はどちらの大学に行かれてたんですか？次は東大に行きました。そうなんですね、はい、じゃあその東京大学で公衆衛生というか、うんまあ、そういったところを学ばれるような専攻をしたというところですね、うんですはい、実際そこでは何を勉強されてらっしゃったんですか？私の勉強している分野は栄養疫学っていう分野なんですけど、人がどうやったら健康的な食事を取れるような環境を作れるのかとか、そういう勉強をしています。実際そこの大学院の2年間は海外に行く機会とかも結構あったんですか？2年間は全く海外に出ず日本で勉強してました。そうなんですね、はい、旅行とかではどっか行ってたりしたんですか？旅行は行きましたね。ミャンマーとか行った記憶があります。そうなんですね、はい、そこはなんか行かれた理由あったんですか？ミャンマーに行ってみたいみたいなのがあったんですか？そうですね、あの楽しそうだなと思って結構あの大学の時にアジアを結構行き尽くしたんですよ、はい、あ、そうなんですね。そうなんです。で残りはミャンマーだなと思って、はいはい、ちなみにミャンマーは英語で会話できますか？あんまりできなかったですね、うんうんうん、しかもミャンマー語の文字も結構読みづらいというか、はい、何を書いてるのか数字とかもあんまり読めない感じで、はい、注文は運でしたね何を頼んでるか分かんないけど来たものは全部大体美味しかったです。いや、なるほどね、はい、あ、面白いですね。そうなんですね、はい、そこから大学院で公衆衛生っていうところを学んで、うんうん、次は就職っていう感じになるんですかね、はい、 そうです、はい、そこはじゃあもう博士課程に行くっていう選択肢はなかったんですかね？あ、実は結構博士課程も考えてて、研究はすごく好きだったので、うんうん、どうしようかなって迷ってはいたんですけど、うん、そこに専念するっていうところまで行けなくて、大学院の時も結構インターンとかをしながら研究をしてたんですけど、はいはい、働きながら研究をするっていうのが自分に一番合ってるなと思って、博士課程の進学はしなかったですね。なるほど、ありがとうございます。ちなみに大学院の時のインターンとかって何をされてらっしゃったんですか？大学院の時のインターンはいろいろやっておりまして、うんうん、それこそ日本で国際協力をしているような NGO であったりとか、もともと区役所とか日本のパブリックセクターのお仕事にすごく興味があったので、うんうんうん、区役所でバイトしたりとか。区役所でバイトできるんですか？できるんです。すごいな。すごく楽しかったです。それ区役所でバイトって何するんですか？私はもともと公衆衛生で、うん、公衆衛生って皆さんの例えば検診のデータとかを扱ってそれで分析をしたりするんですけど、うんうんうん、それを区役所でもやってるんですよね、はい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 、でそこのお手伝いとかをしていました。そうなんだ、はい、じゃあもうインターンに関連してるところは基本的には公衆衛生とかいわゆるそういう衛生系のところのインターンが多かったですか？そうですね、勉強してたことに関連したものが多かったですね、うん、なるほど。もう一点だけお聞き
聞きしたいなっていうのが、はい、そういったインターン情報ってどうやって収集されました、うん、そうですね、国際協力系の NGO は一つ手で、うんうん、でも、うん、ウォンテッドリーとかで探して応募してやってたものもあります、はいはいはい、あ、そうなんですね、はい、じゃあいろんな媒体から取ってきてたって感じなんですね、うんうん、そうですね、へー、ありがとうございます、はい、ここまでは留学のお話から大学院で何してたのかみたいなお話させてもらったんですけど、はい、ちょっと次の動画では今何をしているのかっていうところを具体的にお伺いできればなと思っております。じゃあこの動画を見ていいねと思った方はぜひグッドボタンとあとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。